小路さん、毎度です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。福島第一原発ですね、事故以来廃炉作業がですねずっと続いてるわけなんですけれどもですね、はい、小池さん、また1号機と2号機ですね、廃炉計画、作業計画をですね、見直すという検討に入っています。はい、まあ、1号機はですね、2017年のですね、初めぐらいにですね、使用済み燃料プールからですね、まあ、燃料を取り出すというようなことをですね、計画されたわけなんですが、それがですね、2年ぐらい遅れて、2019年になると。はい。いうようなアナウンスがありですね、はい、そしてですね、実際にその溶け落ちてしまった、燃料はですね、2020年前半からですね2025年前半5年も遅くなるということなんですが、はい、一体何をやってますのんというような気がするんですが、先生、このニュース聞かれていかがだったでしょうか。残念といえば残念ですし、当たり前といえば当たり前のことだと思います。2011年3月11日に福島第一原子力発電所の事故が起きて以降、東京電力も国もとにかく楽観的な見通しのもとで事故に対処しようとしたわけで、ことごとく失敗しながら今日まで来てしまいました。廃炉ということに関しても、彼らが実に私から見ると楽観的な状況というのを想定してロードマップを書いたわけですけれども、そんなものは到底できる道理がないと私は思ってきました。はい、その通りになっています。それでですね、まあ、はい、使用済み燃料プールからの燃料の取り出し、はい、まあ、これについては現在、まあ、4号機でもですね、はい、まあ、行われている、はい、まあ、幸いにして、取り出し作業中にまだ大事故が起こったりとかそういうことはしてい、いません、はい、がですね、要するに溶け落ちた燃料を取り出すと、はい、いうこと、これ非常にハードルが高い、はい、小池さんもかねてからそのようにおっしゃられてる。私はできないと発言しています。はい、はい、どうしてできないんでしょうか。今も聞いていただきましたように、国や東京電力はとても楽観的な、まあ、見通しを立てているわけです。例えば溶け落ちた炉心は原子炉圧力容器の底を抜いて下に落ちたわけですけれども、はい、落ちたところは私たちがペデスタルと呼んでいる部分で、その床の上にまんじゅうのように堆積しているというのが国や東京電力の描いている絵なのです。はい、しかしそんなことは到底ないと私は思っています。ペデスタルと呼ばれている部分には人間が出入りするための出入り口があるのですけれども、どん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 水を入れてきたわけで、その水はその出入り口から外にどん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 漏れていってるわけですし、はい、溶け落ちた炉心もその水の流れと一緒に、格納容器のさらに格納容器の外部にですね、ペデスタルの外部に流れていってるはずですし、そうなってしまいますと格納容器の壁と接触してしまって、すでにその格納容器の壁を貫通しているかもしれないという、そういう状況になっているはずだと私は思います。ですから国や東京電力はいつの時点か、圧力容器の上の方からその下にまんじゅうのように溜まっている溶け落ちた炉心を上につかみ出そうとしているわけですけれども、はい、もうその場所には実はない、まあそこにあったとしてもまあ何割かがあるだけであって、何割かはもう外に出てしまっていると私は思いますので、つかみ出すということはできないだろうと思います。そうすると今後もですね、はい、なかなか、作業は順調に進まずですね、はい、さらなる先送りですね、はい、というようなことも十分考えられる状況ではあると。十分考えられるというか必ずそうなると私は思います。はい、わかりました。はい、それで今日はですね、はい、メディア批評雑誌のですね、はい、作るの篠田博之編集長にですね、はい、ゲストにお越しいただいておりまして、篠田さんからもですね、はい、ぜひ小池先生に伺いたいということがご質問があるそうなんで、はい、篠田さんお願いします。はい、はい、どうも。小池さん、今、はい、メディア界で朝日新聞の吉田少将問題っていうのが大きな問題になってて、はい、小池さんは吉田少将の中身とかあのタイミングで出てきたこととかについて、どういうふうにお考えでしょうかね。はい、
吉田さんという方は皆さんご承知の通り、福島第一原子力発電所の所長だった人ですね。で、まあ、事故が起きた時に、まあ、吉田さんという方があの現場にいてくれたということは、私自身はありがたいことだと思っています。まあ、大変、まあ、豪胆な気質の方であって、よく、厳しい事故の現場で頑張ってくれたと思います。ただし、マスコミも含めて何か吉田さんを英雄のように扱っているわけですけれども、私自身はむしろそうではなくて、吉田さんは福島第一原子力発電所の所長という立場にあったわけですから、言ってみれば事故の重大な責任のを負わなければいけない人であった、少し言葉をきつく言えば犯罪者でもあったと私は思っています、そういう人がどのように振る舞ったかということは、まあ、むしろその事件を解明するためにどうしても調べなければいけないし、むしろ積極的に公開して、それを検討するということをやらなければいけなかったのだと思います。ですから吉田調書が取られたのは事故の直後だったわけですから、その時点で公開して、事故がどんな風に進んだかということを広く知らせるべきだったと思いますし、そうしていればその後の事故の収束作業についても何がしかの重要な役割を果たし得ただろうと私は思います。なるほど。あれですね、今朝日問題でみんな萎縮してるから、今みたいな小出さんみたいな強い発言っていうのは多分他のマスコミ関係者誰もできないと思いますけど、小出さんならではの発言ですね。まあ、なので、でもよくわかります、今のお話は。はい、吉田調書というものが存在するのはまあ事実であってですね、それにああいう記載も、してあるのは事実。まあ朝日新聞はですね、そのまあ見出しというかですね、福島第一原発に撤退せよというような部分で間違って記事全部が取り消されてしまったというようなことなんですけれども、そうするとなんか吉田調書が全てですね否定されたような感もありまして、それはちょっと良くないんじゃないかなというふうに私は感じたりするのですが、小池さんその辺いかがでしょうか。ちょっとどころでなくて大変悪いことだと思います。私自身特別朝日新聞という新聞に思い入れがあるわけではありませんけれども、今の安倍さんのやり方というのは大変汚いと私は思いますし、自分の気に入らないことがあると徹底的にそこを弾圧していく、そしてそれに他のマスコミも含めて今回乗ってしまったわけであって、なんでこんなことになるのかなと私から見ると大変不思議なことが起きています。何よりも事実というものを大切にしなければいけませんし、その事実を解明するために吉田調書は大変重要なものですから、きちっとみんなで検証すればいいだけのことであって、その検証作業で若干、まあ本当私から見ると本当にさまつなことで、記事の書き方がまずかったというようなことを取り上げて、あたかも全体が悪いかのように言うというのは大変いけないことだと思います。そうですね、要するにまあ本来のですね、直視しなければいけない本質よりもなんか違う部分で、論争になってしまったというような感じがしますよね。はい、わかりました。小出さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。